アラマガン島は太平洋西部にある島、マリアナ諸島中部にあり、パガン島の南、ググアン島の北に位置する。行政面ではアメリカ合衆国のコモンウェルスである北マリアナ諸島北部諸島市に属する。1960年代当時には、主集落である南部のソンソン集落と北西部のパテダ集落があり、小学校も開かれていた。しかし、 火山活動の活発化に伴い過疎化し、2005年時点の人口は7名となった。その後、2009年の台風14号により被害を受けたため、島民全員がサイパン島に移住した。そのため2010年のアメリカ合衆国国勢調査では無人島となっている。面積は11.12平方キロメートル。円形の火山島であり、 島の中央部に標高744メートルの清掃火山が位置する。長部には侵食された大型の火口が見られる。ヨーロッパ人来航前は先住民が居住しており、ラッテストーンも作られている。その後1669年にスペイン人探検家、ディエゴ・ルイス・デ・サン・ビトレスがアラマガン島に来航し、コンセプシオン島と命名している。 20世紀初頭のドイツ統治時代には、ここやしのプランテーション農園が築かれたが、1913年の台風で壊滅している。ありがとうございます。